久保さんマジっすかっていうちょっと僕久保さんの話で知ったんですけどダチョウクラブの上島さん死んじゃったんですねいやこれはちょっと大打撃というかちょダチョウクラブ上島龍平いなかったら成り立たないですよねこれは なんか時代が本当に変わり目だなっていうで61歳でしょだから久保さんがあと11年後に久保さんが死んでるみたいな一緒だと思うんですけどいやこれはねちょっとか衝撃ですねうーん,これはうーん何にしようかな今回あれっすかねげ弦にしましょうか あ、弦は久保さんがまあ言ってるな。何しょうかな。うーん。まあ、ちょっと、漢字名は考えます <laughs>。うーん。まあ、いずれ死ぬってことですね。本当に。だから、まあ、上島さんの死から何を学べるのかですよね。まあ、あの、志村けんさんも亡くなられた時ショックでしたけど、上島さんも、ちょっとね、あれですね。 うん、熱湯風呂とかね、熱湯風呂とか、あとおでんとかね。伝説の、伝説というか、あの、おでん熱いは、ダチョウ倶楽部の上島さんのなんか、ものみたいなね。熱い熱い熱い、みたいな。うん、いややっぱやることやないとね。うん、まあでもね、僕はわ、まあ、かんないですけど、上島さん本人しかわかんないですけど、まあいや、 やることはいっぱいややってきたんじゃないかなといろんなことに挑戦してきたしいろんなことやってきたんじゃないかなと思いますしうーんなんかまあ悔いはあんまないんじゃないのかなと思うんですよねうんなんかいっぱいやってきたじゃないですかまあそれは本人にしかちょっとわかんないですけどねただ旗から見てもいろいろこの人やってきたなっていうのはすごく挑戦してきてるなっていういろんなことやってきたなっていうのは なんか映像を通してですけれども、まあ、感じる部分はあったのでうんやっぱ時代ですねもう,うん変わり目ですねこれは本当に今までいた当たり前にいた人がどんどんいなくなっていくっていうねうんやっぱい今をねあの、まあ、今日という日をねうん、まあ、最大限やっぱ使っていかないといけないなと。 思いますねうんいやこれはちょっとね事件ですねだからねやっぱねあの忘れるんですよ志村けんさんは僕まああんま忘れてないんですけどもなんかみんなねまあ阪神阪神淡路僕が知ってるのは阪神淡路と東北大震災 阪神・淡路のあの多分ちっちゃいと小学校か中学校だったような気がするんですけど高速道路がバーンみたいなね倒れてブワー倒れててねまああいうこともありましたけどまああと地下鉄オウムですよね地下鉄サリンもすごく僕はセンセーショナルで記者会見してる時に記者会見してるその最中でこう人混みの中でこう刺されて死ぬっていうね あれ、すごかったですよね。なんかまあ、なんか今までいろいろねあ、あと福知山線とかね、福知山線も100人ぐらいあれ行ったと思うんですけど、うん、で久保さんはその福知山線の時、牢獄にいたらしいですけどね。なんかね、やっぱ忘れるんですよね。なんか人間って。なんか忘れないために日々やっぱ意識するっていうのは大事じゃないですかね。意識していくっていう。 あの本当なんか普通に生きてると何も意識をしないとなんかまあ当たり前にあるっていうなんだ明日が当たり前にある今日が当たり前にあるみたいな,なんかまあそうそうなっちゃうんでこれは意識しないとうんダメかなと思いますねちょっと意識っていう感じあるかな意識は意識,識あっ式やってないですねこれは式にしましょうか 四季という感じにしましょう。四季という漢字はやってないです、まだ。そう、四季、うんうん。物事を見,見極める心の働きと。うん、仏教で四季、うんうん。物事を見分ける、知り分ける、悟る、四季。知る、記す。大事ですね。意識の四季。 うん、まあ今日もやるべきことやってね僕はまああの一日今日もちょっといろいろや,やることあるんでひげ<う>も剃りましたからちょっと今日はスーツし久しぶりにスーツ着てね動画撮ろうかなと思うすけど <laughs> スーツ着て <laughs>、はい行ってらっしゃい